選挙のことやねんけども、まあ、立花さんから、まあ、選挙に立候補してほしいと。やっぱりそのお金、俺はやっぱりその返したいものがまだあるから、立花さんが言うように、本当に3億というお金、税金をね、もちろん引かれるやろうけども、3億というお金がその当選した際にもらえるんだれば、一気に俺からしたら終わるわけよ、この借金生活が。それって俺がよく言う、いわゆるお金のためにこの YouTube も始めてるし、お金のためになるんであれば選挙に出てもいいかなっていうのも一つの俺の中の考えだった、正直。やっぱお金が必要やから、俺は絶対的にね。例えば政治家になるってことは、俺は前にね、ホリエモンが政治に選挙出て負けた時に、その後すぐ逮捕されたやんか。だから、いわゆるそのやっぱりどっかしらで、誰かしらその政治家をちゃんとやってる人間に喧嘩売ってしまうわけやから、その人に負けてしまった時には、その人の攻撃を全部食らうことになるんやろうなと俺は思ってる、正直。もう一つやっぱり受かんのかなっていう不安が多い。当選すんの、ほんまに、みたいな。